幽帝の名においてお前を始末する。かつて戦後の動乱期、この新宿では戦勝国の華僑と日本の極道が激しく争った。それを鎮めた機関兵が後の初代竜帝だ。今回の抗争、裏で糸を引いているのは関西最大のヤクザ組織破人会よ。保険にされてるってんすか。多分冷やせ。婦人会の構成員は3万、うちは1万5千、まともにやり合ってどうにかなるもんじゃねえだろ。戦争は数だけで決まるもんじゃねえでしょ。いいかげんにせんかい。会長、お前たちの気持ちはよくわかる。だが敵の挑発に乗れば片木の衆に迷惑をかけ、警察を敵に回すことになる。ひいては組織の存亡にも関わる。このまま泣き寝入りしろってんですか。とにかく今は動くな。わしに考えがある。うわあ、なんだこら。竜帝直属諜報機関八流血の志崎ルナ、同じくレイカ。あんたはあの日潜入したのはお前だけじゃなかったのさ。てめえは立川、竜帝の名においてお前を始末する。夢はないよ。それでも続ける気？今さらそんなもん考えちゃいないよ。
した一騎。それでもお前竜帝の三代目か。うらうら、やめて。こんなことして何になるの。止めても無駄よ。これが彼らの運命だから。ルナさん、何なんですかその運命って。あの二人はかつて兄弟同然に育つとともに竜帝の後継者候補として競い合った関係でもあったの。初代竜帝が残したシェンドンの王権は新宿総鎮守である花菱神社に密かに祀られている。いずれ俺の宝剣もそこに奉納されるだろう。その時はお前たちの時代だ。三代目に誰がなろうとも力を合わせこの町を見守ってほしい。リキさん、なかなかおもろい寝相やったベビューって。ジンナ、さすがのウルレモン、釈迦にはかなわんやろ。往生せえ、地獄へ落ちろ竜帝。